うん、ここの料理は絶品だな。お気に召していただけたようで何よりです。ギルドの仲間内でも話題の店なんですよ。俺も楽しかったです。二人の未来に。素晴らしき時に。傷、残ってしまったんだね。ん？この傷は名誉の負傷ですよ。おかげでこうして今、大好きな先輩と一緒にいられるのですから。あの頃は私のことを嫌っていたのにな。意地悪ですね、先輩。ああ、この瞬間がずっと続けばいいのに。おっとそこにいるのは先輩じゃないっすか。気づくねー。バカだ。なぜこいつがここに。先輩、デートですか。ところでどうした。今日は安息日だろ。何言ってるんすか先輩。だからこそ他の奴らを出し抜いて先輩の子種を独り占めできるじゃないっすか。あのね君、契約を守るためにあるのがわからないかな。最近そのオーガの娘と仲が良さそうだね、ピーター君。武術の稽古ということで少しばかりしごき上げてまして。またまた、毎晩先輩のしごいてるのは自分で。こっち来いお前。ルベリア先輩、ちょっと失礼します。ああ頼むよ本当、せっかくのデート台無しにしないでくれ。じゃあ、とんでもない裏切りを働いてしまった。怪しまれる前に戻らねば。よし、ルベリア先輩、やっぱりそいつか。本日はとりあえず軽く一発じゃん。俺の安息日か。何やら最近そのエルフとも仲がいいようだね、ピーター君。ええ、少しばかり縁がありまして。ではの。よし、なんとかお引き取り願えたぞ。ルーベリー先輩。やっぱり。お客様。ダメだ、ダメだこいつら。誰一人として契約を真面目に守る気がない。少し酔ったかな。